アベマ倍速ニュースは2019年10月7日から2020年4月10日までと2020年6月8日からインターネットテレビ局アベマ内アベマニュースにて平日19時から配信されている報道ニュース番組アベマニュースチャンネルにおけるストレートニュース強化を目的に平日夜帯に設置された生配信番組ニュース映像は同日夕方に 地上波で放送されたスーパー J チャンネルを再利用。アベマビデオにおいてネットニュースが倍速機能で視聴されることが多いことからニュース映像はすべて1.5倍速に濃縮配信。ヘッドラインニュースを手早く効率的に伝え、深掘り議論をテーマにするアベマプライムにつなげる。その一方でコメンテーターを視聴者と設定しニュースで話題に上がったテーマをもとに アナウンサーと視聴者とのラジオ的なやりとりを番組の見どころともしている。番組枠自体は19時から21時までの2時間で、あるが生配信は前半1時間のみで、後半1時間は前半部分のリピート配信。収録スタジオはテレビ朝日本社内、65スタジオ。2020年4月14日以降は配信されず、通常のアベマヌーズ枠となり、 放送休止状態だったが、同年6月8日より再開される。ありがとうございます。